はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はワンノートっていうマイクロソフトから出てるノートアプリの使い方をまとめて紹介していきたいと思います。で、過去にもノートアプリの使い方たくさん紹介してきてるんですけど、このワンノートの使い方説明するのは今回が初めてですね。で、結構コメント欄でワンノートの使い方教えてってたくさんいただいてたので、今日はね初めてちょっとやってみたいと思います。で、このアプリなんですけど、特にマイクロソフトのユーザーさんにはめちゃくちゃおすすめです。普段から Excel、Word、あと Outlook とか、あと PowerPoint ね、そういうのを使ってる方はこの OneNote の互換性がめちゃくちゃいいので、ぜひ最後まで見てみてください。で、マイクロソフトのユーザーじゃない人、そういう人も使えます。で、このアプリの大きな特徴としては、ノートに端っこがない無限キャンバスでどんどん書き込んでいくことができるんですね。なので文字をねたくさん書きたい人とか、画像を貼りまくりたい人とか、そういう方にはめちゃくちゃ使えると思うので、今回はちょっと長くなってしまうんですけど、ぜひ最後まで見てほしいですね。本当に目から鱗の機能がたくさん出てくるので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、じゃあワンノート立ち上げていきます。で、アプリ立ち上げると一番初めこういう画面になってるんですけど、こんな感じで段落みたいな仕様になってます。で、この段落を使いこなしてフォルダ分けをしていく感じですね。で、上にはツールバーがあります。ここは他のアプリと同じような感じで、ブラシとか消しゴム、あとは投げ縄ツールとか、画像を貼り付けたいときにこの上から操作していきます。で、ノートのフォルダー分けなんですけど、これ3段階になっていて、一番左側の1段階目がジャンルですね。今これだとアミティ先生と勉強っていうのが出てるんですけど、例えば他だと仕事とか家計簿とか、この一番左側に大元のカテゴリーを作っておきます。で、そのカテゴリーを押したところの真ん中の段ですね、これがノートです。例えば今勉強っていう、ジャンルカテゴリーのボックスの中に、理科、数学、世界史、日本史、国語みたいなノートが5つ入ってるような状態です。で、さらにこの理科っていうノートの中を見ると、1個のページが入っています。まあ、これがキャンバスみたいな風に思ってもらったらいいんですけど、最終的にはこの1ページに皆さん書いていくような感じですね。で、このフォルダー分けをしっかりやっておかないと、ワンノート後々つまずいてくるので、ここはしっかり押さえるようにしてください。なので今この状態だと、勉強っていうカテゴリーの中に数学ノートがあって、数学ノートの中に円周率とか確率、あとは体積とかのページがあるような状態だと思ってください。で、こっからノートの作り方です。左のカテゴリーのところから作成していきます。プラスボタンがね一番左下にあるので、それを押すとこんな感じで、新規作成の項目が出てくるので、ここで名前をつけてください。色も変えることができます。で、一番左側、ここにカテゴリーのノートブックを作れたら、次真ん中に入っていきます。この真ん中はセクションって呼ばれるエリアみたいですね。なのでここにたくさん項目を増やしていきます。例えば、料理っていうカテゴリーを入れたので、この中の次の段落のところは、例えばおかずとかお弁当、スイーツレシピみたいな感じで、料理のその1個下のね段階をどんどん作っていく感じです。で、セクションが全部作れたら、次ノートのページを作っていきます。例えばこのお弁当のところを押すと、今無題のページっていうのが出てるんですけど、プラスボタンで新しいノートを追加することができます。なので例えば月曜日とか、火曜日、水曜日みたいな感じで曜日別で分けてもいいですね。で、曜日別で分けたら、上のところのツールバーのところに画像を入れたりとか文字書いたりするところがあるので、ここは後ほどちょっと紹介していきます。今はどういう風にフォルダを構成したらいいのかっていうのをですね、しっかり頭の中に入れておいてください。で、このノートとかセクションの細かい調整をしたいなと思ったら、長押ししたらこんな感じで並べ替えもできますし、下のところに鉛筆マークがあるので、そこで名称変更したりすることもできます。はい、じゃあこっからちょっと実際にページを1個作っていきます。で、今回はツールの説明をずっとしていくので、何か1個のノートを作り上げるみたいなんではないんですけど、こういうちょっと理科ノートみたいなね、人体の、絵をたくさん差し込んでいったりして作っていきます。で、左下のプラスボタンから新規ページ作ってタイトルをつけてください。
でここにタイトルつけると自動的に左のサイドバーのところのタイトルも変更されます。で上のツールバー2段階の構成になってて、一番トップのところにホーム挿入、描画表示っていうタブがあります。で、まずホームからちょっと説明していきますね。でホームを押すと下のところがテキストの編集パネルになります。で画面どこでもいいのでタッチするとこんな感じでテキストを打てる項目が出てくるので、ここで好きなようにテキストをまず打ち込んでみてください。でそうするとこういうテキストボックスの中に文字が埋め込まれるんですけど、このテキストボックスは幅とかあと位置とかも後から調節できます。で中の文字ももちろんボールドにしたりとか斜線にしたりとか、あとは色を変えることもできますし、ハイライトみたいなね、あの蛍光ペンで後ろに色をつけることもできます。で例えばブレッドみたいな箇条書きにしたかったら、上のところに箇条書きの項目があるのでそれをタッチするとまた新しいテキストボックスみたいなのが現れて、ここに文字を追加することができます。で今私画面の中にキーボード出してやってますけど、ワンノート使うときは絶対にキーボード使った方がやりやすいです。っていうのもこのワンノートってもともと PC でキーボードを使いながらノートテイキングをするために作られたようなアプリで、それを iPad の方に持ってきてるだけなので、もともとはこのキーボードとすごく互換性がいいアプリなんですね。なのでぜひiPad で使うときもキーボードを使ってください。でこのブレッドのテキストに関しては1個段落下げたいなと思ったら、そこをタッチして上のところのね段落下げるみたいなボタンがあるので、それで1個こうね段落をずらしていくこともできます。でこういうテキストとかっていうのは基本的にどこにでもこうやって位置を変えることができます。全部がパズルみたいな感じだと思ってください。テキストも画像もあとで PDF とかも貼り付けるんですけど、それをこんな感じでパズルのように好きな位置に配置していくことができるっていうのがワンノートだと思ってください。でこのブレッドポイントの他にもこういうチェックボックスだったりとか、スターマークのブレッドポイントっていうのかな、覚えておくためのリマインダーみたいな項目も作ることができます。で画像を貼り付けるときは上の挿入タブっていうのに切り替えて、そうすると画像っていうのが出てくるので、この中から自分の好きな画像を選択してください。でそうするとこんな感じでノートの中に貼り付けられるので、これタッチすると拡大縮小とかもできるし、真ん中の矢印マークを押すとこうやって位置を移動させることもできます。で他の画像もどんどん貼り付けていきましょう。こんな感じで複数選択してボンボン画面の中に入れ込んでいって、横にですねどんどん広げていってもいいですね。こんな感じで横にもずっと伸びていくんですよ。で皆さんさっきから見ててわかると思うんですけど、ノートの幅が無限に伸びていくんですね。これで下も同じです。普通ノートアプリだったらこう A4 ぐらいで下区切りがあると思うんですけど、このワンノートはずっと下に区切りがなくて、ひたすらだーっと伸ばしていくことができます。でこれがワンノートの結構面白いところなので、あんまりねノートの区切りを気にせずひたすら書いていきたいっていう人には本当におすすめのノートアプリだと思います。で画像の他にもいろいろ貼り付けれて、表っていうのもちょっと紹介しておきます。挿入タブのところの一番左側、表っていうのを押すとこういうマス目が出てくるんですけど、上のところにさらにこの表の、マス増やしていく項目があります。横にたくさん広げていってもいいし、下に広げていってもいいし、まあ、こういう感じのねしっかり綺麗にマス目を揃えて何か書きたい人はぜひこれを使ってください。あんまり他のノートアプリねこういうマス目を自動的に作ってくれるやつないので、これも結構いいなと思いました。で次音声の録音機能です。議事録とか撮ってる人はこういう音声のねレコーディングしておいてこのノートに貼り付けることができるので、それをちょっと紹介しておきます。挿入タブのところのオーディオっていうところに行くとこんな感じでオーディオをレコーディングしてくれます。でレコーディングしてくれたこの音声っていうのはこのノートの中に今埋め込まれている状態です。こんな感じでオーディオって表示されているのがわかると思うんですけど、ここをタップすると後から再生することができます。で次ファイルですね。
ファイルは例えばマイクロソフト使ってる人だったらワンノートと互換性がいいのは、Excel とか Word ですね。他のマイクロソフトの、データとかをここに貼り付けておくとそこにジャンプすることができます。で、私マイクロソフトユーザーじゃないのでちょっと今回は Numbers のデータをねここに貼り付けたんですけど、貼り付けてプレビューするとこんな感じで Numbers の、データが見ることができます。で、ここからナンバーズの方に飛ぶこともできるんですけど、まあ、こんな感じで違うアプリで作ったものをこの中に埋め込んでおいて、それを見るっていうことができる結構優れた機能があるので、私これすっごいお気に入りです。いろんなものをね、この中に全部詰め込んで配置しておくだけで一覧で見ることができるので、これめっちゃいいです。で、あとは、PDF ですね。PDF も同じように貼り付けることができます。で、今回だと、ちょっとこういう頭蓋骨のね、PDF 資料をちょっと見つけてきたので、それを貼り付けてみます。で、そうすると、今、左下の方にね、PDF が配置されてます。で、この PDF の一覧プレビュー、何十枚もある PDF がですね、こんな感じで下にずらーっと並んでますね。で、これずらっと並べておきたい人はそのままでもいいんですけど、このプレビューをね、非表示にしたいときは、印刷イメージの削除っていうボタンがあるので、これを押すと、こんな感じで、アイコンだけになってくれます。で、もちろんこれ後からタッチしたら、このプレビューが開かれるような感じになるので、この辺は自由に構成してもらえればいいと思います。で、あとはですね、上のところにリンクとか数式とか日付とかもありますね。まあ、この辺はちょっと触ってみてください。で、会議っていうのがあるので、ちょっとこれは、お伝えしておきたいんですけど、Outlookでスケジュール管理とかされてる方多分いらっしゃると思うんですね。マイクロソフトユーザーの方で。で、その Outlookで作成したスケジュールをこの OneNote の方に読み込むことができます。で、私ね、ちょっとごめんなさい。作ってないので見れないんですけど、この会議の詳細っていうところを押すと、この右のところにですね、たくさん詳細が出てきます。で、それをタップすると、OneNote の中に出てきて、参加者だったりとか場所、あとはミーティング時間もちろんですね、そういうのが細かい詳細がここに貼り付けることができるので、ぜひ Outlook 使ってる人はここを使ってください。で、あとはステッカーっていうのがあります。ステッカーはねちょっと謎なんですけど、こういう結構面白いスタンプみたいなのがたくさんあります。まあ、ちょっとしたアテンションを作りたい時にこういうスタンプはいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、一番右端にリサーチツールっていうのがあります。これ勉強する人とか結構多いと思うんですけど、この検索タブのところに自分の好きなワードを打つと、ウェブから検索してくれて、そこで参考になるようなウィキのページだったりとか、PDF、あと画像とかをヒットさせてくれます。で、ここでヒットしたやつをまたこのノートの中に入れ込むこともできます。で、次手書き文字ですね。ペンツールなんですけど、上のタブのところ描画っていうタブが今クリックされてると思うんですけど、この描画タブで、鉛筆だったりとか消しゴム、あと蛍光ペンを使うことができます。で、書き心地は結構いい感じですね。私いつも GoodNotes 5使ってるんですけど、それと同じぐらいこのペンの走りやすさみたいなのはすごいいいなと思いました。で、あとは蛍光ペンですね。例えばこの頭蓋骨の画像の上からちょっと色でハイライトつけたいなと思ったら、蛍光ペン取って、色取って、で、この画像の上からちょっとなぞってみます。で、そうすると色だけが乗っかって、ちゃんと向こう側のね、画像はまだ見えてる状態で色を、乗っけることができます。で、これ他のアプリでも同じなんですけど、基本的にこういう画像の上とか文字の上から蛍光ペンで色を塗っても、その黒色っていうのはしっかり残ったような状態で描画してくれるんですけど、これ結構使えるので、例えばこういうねカテゴリー分け、この頭蓋骨の骨の部位で分けたいなみたいな時とかに結構使えると思います。
で次図形ツールです。図形ツールは四角とか丸とか綺麗なやつがね書けるやつなんですけど、矢印ツールが結構良かったですね。矢印を取って、中押ししてギュッて引っ張るとこんな感じで綺麗な直線を引くことができます。で他のノートアプリだったら直線は引くことができるんですけど、こういう矢印マークみたいなのがつくっていうのがなかなかなくて、あのグッドノーツとかノータビリティ、あとノートシェルフとかもこういう矢印はまだなかったはずなので、こういうねちょっと細かい図形ですけどいいなって思いました。であとは X と Y 軸、こういうのもあります。なのでこうやってドラッグするだけで綺麗な座標みたいなのが引けるので、こういうのを使う人、数学の勉強とかしてる人は使えるんじゃないかなと思います。で最後が表示タブのとこですね。右上表示タブいきます。ここで見た目、このノートの見た目を変えることができるんですけど、例えば今ページ幅っていうのを押すとこんな感じで全体像が見えたりするし、あとはこのページの色ですね、今背景ブルーになりましたね、こんな感じで色を変えることもできるし、あと用紙のスタイル、罫線みたいなものを引きたいとかグリッドを使いたいっていう人はここから変えてもらえるといいと思います。あとパスワードとかもつけれるみたいなので、その辺ねちょっと大切な書類だった場合はつけてください。で最後書き出しに行きます。書き出しのところを押すとノートブックにユーザーを招待っていうのがあるんですけど、これを押すとマイクロソフトユーザーであればこのノートをね見ることができたりとか、あと編集とかもできますね。後からこうみんなで編集、1個の資料を編集したりすることもできるので、マイクロソフトユーザーの人はグループで作ってもいいと思います。で別のアプリに送信するっていうところを押すと他のノートアプリでこれを開くこともできます。で例えばですけど GoodNotes とかでもいいし、今回はちょっとノータビリティに送ってみます。でノータビリティに新規保存をして、こっちの方に移動してみると、一番上ですね、こんな感じで全体像が見えた状態で他のアプリに送信することができます。なんですけどこれ残念ながらね PDF じゃなかったですね。 JPEG データみたいになってるので、テキストを選択することもできないし、あと貼り付けたオーディオとかあと PDF とかを開くこともできなかったので、ちょっと誰か PDF で他のアプリに保存する方法あれば、もし知ってる方いらっしゃいましたらコメント欄でお待ちしています。はい、ということでですね、今日はこんな感じで、ワンノートの解説でした。ちょっと長くなりましたけど、最後まで見てくださってありがとうございます。基本的には、この段落の構造を理解して、しっかりとファイル管理をすることと、このページを作成するときは、上のツールパネルですね、ここの4つのタブを使いこなして、1個のキャンバスにですね、どんどんテキストだったり、画像だったり、PDF、音声を詰め込んでいって、自分のでっかいキャンバスを作っていくっていうような感じで思ってもらえるといいと思います。でもっと具体的なこのワンノートの使い方、無限キャンバスをどうやって活用するかみたいなのはですね、違う動画で解説していきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。でちょっと余談なんですけど、無限キャンバスのアプリでもう一個コンセプトっていうのがあります。結構前に一個解説動画出してるので、まだ見てない人はよかったら見てみてください。でこのコンセプトとワンノートの違いなんですけど、コンセプトはもうちょっとイラスト寄りですね、デザインチックな感じがします。でこのワンノートはもっともっとノート寄りです。テキストとか画像とか表とかを作るときにいいと思うので、勉強してる人、会社で議事録を取ってる人は絶対にこっちの方がいいと思います。でイラストとかなんかねお絵かきとかやりたい人はコンセプトの方の無限キャンバスを使ってもらえたらいいと思いますので、その辺も参考にしてみてください。はい、ということで今日は長々と喋ってしまってちょっと疲れたんですけど、皆さんの参考になれば嬉しいなって思います。ぜひいいねボタンと、あとチャンネル登録してない人はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。はい、ということで次回の動画もお楽しみに。バイバイ。